ファイナルファンタジー7で、まあ自分で思い返してすぐやっぱり思い出すのは、やっぱりミトガルですかね。自分のやっぱ最初の、あのゲームでの一番最初の仕事で、こう、すごくデザインに苦労したので、まあすごく思い入れもありますし、やっぱり最初の、カメラがこうズームイン、ズームアウトか、エアリスのとこからズームアウトしてロゴが出て、それからズームインするところ、やっぱあれを自分らで見てもすごく鳥肌立ったのを覚えてるので、やっぱそこを一番最初に思い出してしまいます。ファイナルファンタジー7は、まあ、スチームパンクの世界観であったりビジュアルが非常にこう印象的だと思うんですけど、そこを、どういう形で主導して作っていたかっていうのもあるんですけど、一番最初にですね、サロイスさんが、まあ、シナリオのコンセプト、本当にプロットを書いた時に、こう雨が降ってるこうニューヨークのような摩天楼の都市でこう刑事が活躍するっていうストーリー、まあ非常にこうなんだろうな、ファイナルファンタジーとして非常に異色な出だしのプロットを書いていて、まあ実際にそのプロットは後々こういろんな形で変更していったんですけど、やっぱりあの雨の降る摩天楼みたいな形のイメージが、まあ、強烈に残っていて、それがこう後々ミッドガルやそういうビジュアルに、スチームパンクのビジュアルに変わっていったというところがあります。で、我々はやっぱ制作陣もその最初に打ち出したそのプロットでのイメージ、ビジュアルをやっぱりこう大切に守っていって、アートディレクターのこう、まあ、当時のバオラ君とともにあの世界観を作っていったって形になります。 FF7 のその世界を作るのにあたって、まあ敵がいつものその例えばいつもというかよくあるそのハイファンタジーのお城に敵がいるとかっていうわけじゃなくて、ビル、会社であるビルであるっていうところ、まずそこがスタート地点だったので、でどうしてくれようかなと思ったんですけど、どうしようかと思ったんですけど、まあ、スチームパンクとかそこら辺を強めに入れようとかっていうのはそこまで実は意識はしてなかったんですけど、もともとチームの中には何人かやっぱりそういった要素は入れたいっていうのはあったので、それはじゃあ採用しよう、これがまず一つ目にあったんですよ。でもう一つ目が、またちょっと偶然なんですけど、数時間前に会ったドイツの人にも聞かれたんですけど、ブレードランナーの影響を受けてるのかっていう質問をやっぱり受けたんですよ。実はそんなこと実はなくて、信じてもらえないんですけど、実はブレードランナーと自分は1回しか見たことないんですよ。なのであんまりそこは正直意識したことはそんなにはなかったんですけど、取り入れてるものとしては、モチーフとして取り入れてるのは割と東京のいろんな風景から切り取ってます。例えば死んだビルとかは、今ここのスクエアニックスが入っている会社のすぐ近くにある軍艦ビルって呼ばれているビルがあったりとか、それからやっぱり悪い会社だったらスクエアとか思って、スクエアが当時入ってたそのビルとか、そういったものをなんかモチーフにしたりとか、そういった身近なところから拾っていったりとかしてます。おそらくちょっとね、皆さん意見はいろいろあると思うんですけど、まあ、ファイナルファンタジーがこう最初にすごいなっていうふうに、こうヒップホップメイキングな演出としては、最初に先ほど出ましたコマーシャルフィルムを作るときですね、ミッドガルという巨大なですね、建物が 3D で回転して見せるシーンが CF とかで結構描かれていて、それまでこうすごく絵は綺麗なんだけど、あくまでこう 2D の平面的なものに対して一気に立体になって、なおかつフル CG が出てきて、これからいよいよこう映像の世界とゲームの世界が融合してくるんじゃないかという感覚が非常にあったんですよね。そこに皆さんこう時代の新しさをすごく感じたことがあって、それはやっぱ相当なんていうか、つかみとしてはすごく手応えを感じた瞬間です。当時そのピクセルアートからやっぱ 3DCG グラフィックスに変わって、やっぱそれまでってそのピクセルアートってやっぱり技術職、アーティストっていうよりは技術を、例えばドットをこうピクセルをどういうふうに置くとどういうふうに見えるっていう、そこの技術がやっぱりメインだったんですよね。それがやっぱりグラフィックがリッチになってきて、それをじゃあリッチになった時にどういうふうに見えるかっていうのは、やっぱりこの細かいディティールまでやっぱり描かなければいけなくなった。そこがやっぱり大きな違いで、本当にいわゆるデザインワーク、アートワーク、そこで初めてちょっとやっぱり必要性が出てきて、それでアートチームを初めてそこの会社の中で作りました。なので
デザインをきちんと抑えてそれを画面のアウトプットにつなげるっていうそのプロセスが初めてのことだったので、まあ、どこまでやればいいのかもわからなかったし、正直ちょっとやっぱり過去自分振り返るとやっぱその時って絵はやっぱりあんまりそんな上手ではなかったので、慌ててこう一生懸命絵を上手くならなきゃいけないなって相当焦ったのを覚えています。そうですね、ファイナルファンタジー7を制作にあたって、まあ、難しい、こんな乗り越えなきゃならないんですけども、もちろん当時はですね、2D のドットを描くスタッフしか会社にはいなかったので、まあ、3D の CG のファイナルファンタジー7を作るためにはまずこうスタッフもいなければノウハウも何もないっていう状況の中で、まあ、3D スタッフをたくさんの 3D スタッフをこう外から招いて参加させて、参加してその CG のイメージを作っていったというのは非常に、なんだろう、当時ではこう、まあ、考えられないぐらいのすごく劇的なその環境の変化があって、まあ、ただその参加した CG スタッフが、まあ、先ほども話に出たミッドガルという都市をまず CG で作り上げるというところから始めて、実際にその、CG を作り上げて、しかもそれがオープニングの CG として完成した時には非常にこう、なんだろうな、我々も非常にこう目指してたビジョンがやっと形になって、これでこのまま作っていけばセブンっていうのが、我々の思ったセブンっていうのは制作進んでいけるんだっていうのはその実感しましたね、そのオープニングの CG ムービーが完成したと。その当時その、まあ、この間までそのピクセルアートをやるためのこうポチポチっとこう打ってた仕事だったんですけれど、新しいワークステーションがどんどん入ってきて、で自分もいくつかそのトライはしてみたんですよ、その 3DCG を作るため のアプリケーションを使ってトライはして、いろんな講習会とか出たんですけど、やっぱりどうにもまず自分に向いてなかったんですよねで、まあ、自分はそのアートアートディレクションとそのアートの、セクションをまとめることになったので、まずやっぱりそちらに注力して、やっぱ得意な人にそちらは任せようっていう、なのでそこで出てくるものはやっぱプロフェッショナルな人たち、もしくは新しくその覚えてまた新しい才能が出てきた人たちがいっぱいいたので、どちらかというとその怖かったどうこうっていうよりはやっぱ出てくるものがアウトプットがすごく魅力的だったので、そういう意味ではみんなの画面に次々新しい絵が出てくるのを見るのがとても楽しかったのを覚えてます。そうですね、ファイナルファンタジー7がどうしてもこう皆さんの中で印象に残るっていうのは、どうしてもおそらく 2D から 3D になったり、そのすごくスチーム&パンクじゃないですけど、すごくサイファイの中ででもレトロな雰囲気が残ってるみたいな、やっぱ当時としては画期的な演出を結構やったところだとは思います。なのでクラウドという強力なキャラクター、ティファとエアリス、もうそういったキャラクターたちもすごく魅力的だったんで、いまだに皆さんからよく聞かれるのは、まあ、その辺じゃないかなと思うんですよね。それ ドラマがすごくイメージが強く、なおかつ 3D の演出が強く、キャラクターたちもすごく個性豊かに表現されていたっていうのは、やっぱりすごい印象深いと思います。 FF7 トータルでまあ、そのデザインワークっていうことをやっぱり始めて、そのスクエアで始めて、で一番苦労したそのミッドガルです、一番最初に話したミッドガル、このデザインするときっていうのがやっぱりすごく、まあ、苦しかったですけど、やっぱ楽しかったというか、考えてるとき、ずっと一番ずっと悩んでて、一回年末に仕事をこれで終わり、これでお願いしますって一回ミッドガルのデザインを渡して 3D のスタッフに作ってもらうようになったんですけれど、正月1月の頭にこうまだもう少し考えて、なんか違うなんか違うと思ってて、どうしようかなと思って、友達遊びに来ててピザ食べてて、あこれだと思って、それでようやくちょっとそっち側にモチーフにしようとして、でそれで年明けて申し訳ないですけどこれ今から変えてくださいとやってもらって、でまあしぶしぶ引き受けてくれてはくれはしたんですけれど、申し訳ないことしたなと。でもその後もう1月の終わりにはもう CM を打つっていう、ファーストトレーラーを打つっていうとても無茶なことをしてたので、かなりそれはちょっと焦ってたりとかしても覚えてますけど、まあ、でもやっぱりそういう意味もあって、いろいろこう、まあ、アイディアの出し方だとか、人に迷惑かけただとか、
CM がで使われただとか、そういったそのインパクトがあるところがやっぱあそこには詰まってますね。まあ、ファイナルファンタジー7を作ってる時に、まあ、それまでのファイナルファンタジーも非常にいいものができてる感覚が当時あったかっていうと、まあ、FF 作ってる時って毎回最高のものを作ろう、前作よりもまあ超えたものを作ろうと思ってるので、まあ、そういう意味ではそういう気持ちはあったんですけど、ただあの当時は、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけど 2D のドット絵からその 3DCG の、セムへとこう映像の表現をガラリと変えたので、そこは逆にファンの方に受け入れてもらえるのかどうか非常にこう不安だったのがありますね。実際に制作途中は 2D の絵のすごくバージョンアップ版でセブンを出そうかっていう考え方と、やっぱり 3D の CG でセブンの 3DCG バージョンを出そうかって2つの考え方があったので、あの例えばあのファンの方、今まであの6までやった方にとっては実は 2D のこのイラストライクなキャラクターの方が好まれるんじゃないかっていう考え方が強くあったので、そこはやっぱり 3D の CG の方に踏み切ったっていうのは非常にこう当時はそのなんだろうチャレンジな、チャレンジ分なことだったので、そこは逆にどう受け入れられるかっていうのは不安な部分は少しありました。まあ、FF7 で一番って難しいんですけど、あのちょっといくつか挙げさせてもらうと、やっぱりオープニングのミッドガルがもう強烈なインパクトでしたね。どうしてもそれからエアレスのやっぱどうしてもあのシーンをね、やっぱ何回も思い出しちゃいますんで、であとはちょっとまあエンディングのネタバレは良くないと思うんですけど、エンディング周りのレッド13のこう走る姿ってどうしてもまあ忘れられないですよね。まあ、そういう意味じゃそこはすごく印象的でした。ですね、一番好きなシーン、まあ、ネタバレになるなぁネタバレにならない言い方でいくと、まあ、あのゲーム最大の悲劇、あのゲームの中のストーリーの中で一番最大の悲劇のところはすごく気に入ってまして、やっぱりその当時そのシネマティクスのパートと、それからゲームのバトルのところ、それからまた、ドラマの続きがあるところ、その一連の流れが絵と音とお話とは全てがこう綺麗につながってたんで、やっぱそこはなんかあの自分たちもこう作ってて結構やっぱり鳥肌が立ったこともありますし、まあ、一番はそこですけど、他に印象に残ってるのはあのセフィロスがふと思い立ってある置物を壊すところがあるんですけれど、そこのところは自分でこう根底を切って、でそれであの映像にしてったりとかしてたので、あそこのパートは割とこう気に入ってて、当時ディレクターの北瀬さんがこれ絶対セフィロスこれで女性人気出るなってそのシーンのところを見て言ってたのがとてもあの印象に覚えてます。印象に残ってますね。ファンタジー7で一番好きなキャラクターなんですけども、まあ、いつもこういう質問って毎回されるので、そういう時には大体クラウドとか答えてるんですけども、まあ、作ってた制作していた頃のこう頃を思い出して考えると、やっぱセフィロスってキャラクターを作る時にもちろんキャラクターの性格だったりビジュアルだったりは、キャラクターデザイナーの野村や、シナリオライターの野島さんとかが作ってはいたんですけども、その彼をこうゲームの中で演出するにあたって、よりこうセフィロスってキャラクターをこうなんだろうな、非常に得体の知れないこうモンスターのように描きたいというのがあったので、そこはやっぱりその最初からこう普通のキャラクターとして登場するんじゃなくて、ゲームの序盤はこう姿は現さないんだけど、噂や非常にこう過去の出来事のこうなんだろうな記録によってでしかその人の凄さがわからない、姿がもう前半は全然姿を表すことなく、人から伝え聞くことによって彼の凄さが伝わってくるっていうようなこう演出をしたことによって、そのセフィロスのなんだろうな、そういう強いモンスター具合っていうのを表現したかったっていうのがあったので、まあその辺がうまく演出できたのかなと自分では思ってるんで、そういう意味ではこう気に入った、なんだろうな、ファイナルファンタジーの中でも非常にお気に入りのこう悪役キャラクターだと思っています。
った FF、 あ、そうか、最初に関わった、まあ、ファイナルファンタジーで なおかつキャラクターを一人あげろって言われば、どうしてもクラウド君と長い旅をずっと一緒に共にしてて、まあ、もちろんあのゲームもさることながら、その後のアドベントチルドレンと映像作品もそうなんですけど、ずっとクラウドと共に、クラウドとセフィロスと共にずっと歩んではいるので、まあ、このお二人っていうのはどうしても避けて通れないなと。つまりクラウドとセフィロスはやっぱり常に継いで考えてます。やっぱりキャラクター、まあ、FF7 はやっぱりクラウドが一番好きですね。やっぱり思い入れがあるというか、まあ、すごく、まあ、鉄さんほどじゃないけれど、あの、やっぱり自分の中でもすごく長いこと関わったキャラクターのスクエアに住んでた時に、あのそういう意味ではやっぱりもう思い出というか、なんか家族みたいな部分はなんかそういう感じになる思う時はあります。まあ、FF7 の中で、まあ、いくつかのミニゲームがあるんですけども、まあ、制作していて一番楽しかった部分というのは、まあ、ミニゲームって数多くあるんですけど、結構それぞれ一歩のゲームが作れるぐらいのチームがそれぞれ這いついてミニゲームを作ってたんですね。でその中で、まあ、私自身の好みとしてはリアルタイムストラテジーゲームが好きなので、まあ、コンドルフォートのこうシミュレーションゲームが非常にあの好きだったんですけども、まあ実際にファンの皆様が実際プレイしていて結構人気があるのがスノーボードのゲームだったりします。 FS7 のゴールドソーサーのミニゲームで何かってやるといろいろ遊んだんだけど、ちょっとだいぶ記憶が薄れて、やっぱりスロットルマシンですかね。分かりやすい意味で言ったらスロットをやった気がします。はい、そうですね。ゴールドソーサーの中で一番お気に入りのゲームは、まあ、これはゴールドソーサーだけじゃなくてゲーム本編にも入ってるんですけど、潜水艦のミニゲームがあるんですけども、それはやっぱり当時私もあの 3D のこうフライトシミュレーターのゲームとか好きだったので、まあ、その辺の要素エッセンスを入れたあの潜水艦のミニゲーム、 3D で本格的なあの潜水艦のゲームだったので、それはゴールドソーサーの中では好きなゲームでした。そうですね、ファイナルファンタジー7がこう長い間、まあ、愛されている理由なんですけども、難しいんですけども、まあ、やっぱり今でもファイナルファンタジーシリーズの中でも、例えばクラウドのキャラクターとかザックスだったりセフィロスだったりって非常にこう人気の上位に来るので、まあ、やっぱりキャラクターの魅力が一番大きかったのかなと思います。まあ、ファイナルファンタジー自体はあのシリーズの1から1作目から非常にストーリーやキャラクターが非常に魅力的なタイトルではあったんですけど、こうよりなんだろうな、シナリオとかキャラクターをより本格的にこうキャラクター作りに取り組んだのがやっぱり3になった7からだったので、まあそこの部分が今でもファンの皆様に愛されている理由かなと思います。当時自分とか25歳とかなんですよね。でそんな若造に初めてアズレクションやらせて、でその数ヶ月でまたその他の人たちもその CD 初めてだらけなのに、それを数ヶ月で作ってリリースしろって、かなりこの会社頭おかしいなと思いましたまあでもやっぱその時すごくやっぱりあの才能あるタレントがいっぱいいたんで、やっぱそのエネルギーがその会社にやっぱ集まってきてたんで、そこはやっぱりそのまあ当時若かったからできたともあるけど、やっぱそのタレントが揃ってたってことはやっぱ強いですよね。それまではやっぱ中世風で一部メカが出てきたものはあったんですけど、まあ、ドアーマーとかですね、そうじゃなくてもそもそもこう建物の構造から含めてお城とかこう石造りの家とかじゃなくて、一気にもうこうなんですかね、ハイエンドなすごいハイテクな建物がこう乱立する中でもファイナルファンタジーがちゃんと語れるんだっていうのはすごくエポックメイキングだったなと思いますね。思い出としてはどっちかというとその当時っていうよりはその発売された後に、それこそ今日今もですけれど、やっぱり遊んでくれた人がすごく多くて、好きになってくれた人がすごく多くて、それ今でもこう伝えてもらえたりとかする機会が多くて、それがやっぱまだ今でも積み重なってるんで、それがすごくやっぱり自分の出来事としてはすごく嬉しいことというか一番いいことかなとは思ってます。
まあ、これからファイナルファンタジー7を初めてプレイされる方が、まあ、もしいるとしたら、まあ、その方には、まあ、もしかしたら、まあ、確かにその実際の原作は22年前の作品なので初めての方いると思うんですけども、その今のね、今例えばクラウドやセフィロスっていうのはそのファイナルファンタジーの関連作品とかでいろいろコラボ作品とかでいろいろ登場してきて非常に人気のあるキャラクターなんですけど、その作品で知ったって方も結構多いと思うので、実際にそのクラウドやセフィロスが、まあ、なぜ人気があったのかっていう部分も非常にこうルーツ、一番最初の原作での登場シーンっていうのを体験せずにこう目にしてる人も多いと思うので、その一番最初の ルーツを、体験できたらどう感じるかっていうのは非常に、まあ、私も楽しみですね。